なんか、あんまり感じたことないけど、腰弱いみたい。よく舞台とかでマッサージさんが入るときがあるんだけど、その時に言われるよく。反り腰かもしれない。で、腰めっちゃ弱いの。だからかわかんないけど、なんか、今日急に、腰めちゃくちゃ痛い。こういう時って腰が痛い初日ってさ、マッサージとか行くもんだっけ？行かないか。すっごい痛い時に行けばいいのかな。なんかまた反復横跳びっていうか、なんだっけ、反り返し？もみ返し？もみ返しとかになって。あれなのかな？ダメなのかな？自分も今日寝すぎて腰が痛いだって。ヘルニアだから常に痛い。ヘルニアって若い子なんだ。ゆっくりお風呂に浸かる。浸かりました、先ほど。腰が痛い時はお腹に圧力をかける。腹筋やればいいのかな、逆に。さあ、ギフト、明石のポチさん、しゅんさん、ターボーさん、元気さん、過去2からいただいてます。ありがとうございます。今日すっごい腰が痛い。しかもさ、腰ってさ、2個あるじゃん。鎖腰か右腰みたいな、背骨をセンターだとすると、左か右かみたいな。左が痛いの。右じゃないんだよね。左なんだよね。なんか、カチコチに張ってる感じですか？そのね、なんか、張ってるとか張ってないとか、腰、なんか、首凝ってますねとか言われても、凝ってるっていう感覚がわかんないタイプなんですよ、昔から。冷えると腰がやばいんだ。冷えで腰が痛くなるときあるんだって。でも左が痛い人は多いなーって。何なんだろう、これ。急に来たんですよ。変な姿勢した。いやー、してないな。急に。動かすと痛いですか？なんか別に日常生活。日常生活痛くないんだけど。左を下にして寝たなら寝相が悪い。私いつも左下で寝てるかも。冷やしたらダメなんだって。でも寝相なのかな、ここに来て。今日はすごい痛いから。じゃあ、痛みの初日って行かないか、普通。マッサージ屋さんって。もう本当はできるならば、マッサージしながらショールーム配信したかったなーって思ったけど、さすがにお店の許可とかもめんどくさそうだし、やめました。だからもうお風呂入って、マッサージ自分でして、お前に至ります。筋が張ってるだけならほぐした方がいいです。ジョブジョンさん、マッサージ師の人なのかな。 すごい的確なんだよね、さっきから。病院の先生がマッサージ師かな。区の形に体が固まって血行が悪いんだと思われ。ああ、そうかも。寝るときってことですよね。左区ですもん、私。左区。ロキソニン効かないかなって。そういうコリとかにロキソニンって効くもんなの、そもそも。私、ロキソニンって頭痛か歯の痛みっていうイメージしかない。自分はぎっくり腰で寒くなると痛くなる。でも多いね、腰痛い人。多い多い。さあ、ギフト。ちーちゃんさんからバラいただいてます。ありがとうございます。
そしてちいちゃんさん、ロン毛さんからいただいてます。ありがとう。あ、でも、ヘルニアの痛み止め、ロキソニンだったようだって。あ、ロキソニンじゃ効くんだ。へえ。ですって。じゃ、今日何曜日だっけ？木曜日、明日金曜日で早いね。え、あっという間だね。もう週末だ。というふうにも1週間が本当あっという間すぎて、なんだったっけ、忘れちゃった。痛くない時にバランスボールに座って腰を動かすだけで良くなるって先生が言ってた。へえ。血流が原因のやつもあるから、血流良くしてみてだって。え、血流を良くしろって。私多分その苦に、苦の字で寝て血行が悪くなって痛くなるタイプだと思っています。私も。でもさ、血流を良くするってさ、血ってどこから流れてんだ？怪我したら心臓より上っていうのはわかるの？え、どこをさ、マッサージすればさ、あれなの？血流を良くする。あ、お風呂ってこと？温かいお風呂。ね、今も温かいお風呂には入ったんだけど、今はお風呂、あ、もうベッドで、温かいベッドにいるから、意外と温かい周りにはずっといる気がする。腰周りの筋肉を動かせばいいのよ、だって。じゃあ、あれか。例えば、あれだ。さっきのね、ボールもそうだけど、あれもそうだよね。回すやつ、腰。フラフープ。フラフープとかもいいんじゃない？もうな、捨てちゃったけど、フラフープ。軽い運動や体を温めたり。ああ、あったかい飲み物持ってくればよかった。さっき冷たい飲み物飲んじゃった、思わず。タバコ吸ってると血流は悪くなるって言われたけどやめられない。あ、そうなんだ。タバコってそうさせるみたいだよ。え、でも腰回してみようかな、後で。フラフープなんて持ってないけど。まあ、そんな感じで今は結構ダウンしてます、腰が痛くて。宇宙行くと腰良くなるらしいよって。あ、そう。見ました？私じゃなくて。皆さん、宇宙の出発。見ました？私見ました。オンラインじゃなくてリアルタイムで。え、見た？前澤さんの。見てないの？そう。出発のね、もうね、テレビ制覇してたんじゃないかっていうぐらい。NHK 覗いて。え、そう、もう宇宙でね、今、iOS みたいな、ISO みたいなやつでいるんじゃない？もう。あ、見てない人多いね。え、ロシアが大儲けですな。100億だってよ。大体予想で。え、すごくない？でもさ、わかんない。なんか、今日、だからその宇宙機の発射して、なんかいろいろさ、宇宙についてさ、別にそんなに興味ないけど、宇宙から見た地球ってどんな感じなんだろうって思って、まあ画像で調べたからもう見えてるんですけど、え、お金持ちね、すごいよね。え、でももしかしたらさ、今後のさ、時代でさ、将来とかさ、100万とか200万とかです。100億はさ、まあ2人で100億って予想されてるけどさ、まあ100億以上かかってるんじゃないかは知らないけど。もし民間人でさ、1人100万、200万とかでさ、まだ100億に比べたら下がるじゃん、お金。で、行けるとしたらみんな行きたいですか？ちょっと発射が怖いですよね。ほら、あと10年もすれば一般人も宇宙に行けるかもだって。
月に行ったらすごいけど、ステーションは大したことない。あ、でもみんな宇宙に行けるっていう話があったの、別に行きたくないっていう人もいる。ちょっとね、いや、私でも意外と行きたいかも。訓練が結構大変みたいなのはテレビでやってたけど。きっかも行ってらっしゃいな、だって。そう、なんか訓練がね、大変みたい。なんか、8ギガの、圧力をかける訓練みたいな。8ギガみたいなね、体にね、負荷をかけるんだって、8ギガ。それが結構なんか大変そうだった、見てて、テレビで。あと、謎の回転ぐるぐる椅子みたいな。あ、8G か、8G だ、あれ、8G って読むんだ。あ、ギガの G じゃないんだ、あれ。すごいよね、でもね。でもみんな行けても行きたくなさそうだね。もうただで行ってらっしゃいって言われたら行く？ただで行ってらっしゃいって言われたら行くよね。でも訓練もなしで、ただで、じゃあ明日から行ってきなって言われたら行くかも。行かない？みんな行かない？そこは。宇宙食ってまずそう。なんか前、売ってましたよね、宇宙食。地球に好きな人がいるので、まだ散れないっすって。俺、よっくん、体が持てば行きたいって。まあ、ただでも行かないかもっていう人も、もちろん。地上がいいって。あ、ジェットコースターで 2G なんだって。え、じゃあ 8G ってさ、日常で言うとさ、だジェットコースターで 2G でしょ？え、そしたらさ、8G ってそれの倍でしょ？ 4 倍。あ、結構無理かもしれない。8G。あと、新幹線裸でパッって先端に乗った時ぐらいかな、8G って。8G ってどんな感じ？重力8倍がわかんない。8G とかかかると、耐圧？耐圧？なんとかスーツ着てないと失神するんじゃないかなって。8G って、なんかそう考えると怖いね。8G 重力。体重が8倍になったら？え、大変だ。重力の8倍、8G を日常生活で体験できる場所ってありますか？あの世ですって言う。怖い怖い怖い。ヤフーの知恵袋でさ、8G を日常生活で体験できる場所がありますかって言ったら、ベストアンサー、ありますよ。あの世ですってコメント。怖い。でもな、そういうことなんだろうね。すっごい。なんか考えられない、でも。血が下がって脳から血がなくなる。あ、じゃあ結構鈍くなるのかな？頭の回転とかも。フェルスタッペンばっかり。この前のクラッシュで 53G。ああ、なんか見たかも、それ。めちゃくちゃ体に負担かかるってことだけは分かった。私も分かった。
へえ、いやでも、すごいよね。すごくない？ほんとなんかすごいなと。さあ、ギフトコッシーさんからハート、そしてターボーさん、田中さん、コッシーさんいただいてます。ありがとうございます、ギフト。ありがとうございます。実体験して物体になった人の動画送るかい？って。いりません。いりません。見たくないです。それは怖いです。怖いよ。そっか、G って読むってことを今日知った。G ね。ミサイルにくくりつけられて飛んでくのってすごいよね。そうね。金があって健康なら行きたいよね。そう、健康面がね、結構気になるとこではあるよね。寺子さん、キッカのスマホは 4G ですね。何？スマホ 4G ってどういうこと？あ、4G だ。あ、わかるよ。あ、これからやろうとしてるのが 5G だ。あれ？その G と一緒ってこと？ 1G が地球の重力。だからね、そういうね、理科の問題分かってないんだよね、あんまり私。4G、私 4G。今でも出てるの 5G だよね。その G とはまた違うってこと？あ、全然理解できてない。どういうこと？大丈夫。その G は、ジェネレーション G が。世代ジェネレーションの G ってこと？あ、携帯はジェネレーションイコール世代の G。待って、私全然分かってない。その、何？ジェネレーションがどうしたの？ LDH？ 携帯は？ジェネレーション？あ、ジェネレーションギャップってこと？ジェネレーション。携帯はギャップってこと？ジェネレーションギャップってことでしょ？の G、あ、G。ああ、全然わかんないや。まあいいや。第5世代の携帯インフルですよ。インフルってか、あ、私なんか今日みんなの言葉が全然理解できないの、なんでだろう。あ、電波が変わるから世代が変わる。4G っていうのは第4世代移動通信システムのことを 4G っていうんだ。ゴジラもガンダムも略すと G。あとゴキブリも G って言うもんね。だって G。G メールも G だし。うん、ちょっとわかんないからごめんなさい。あ、低気圧だからかな、なんか。なんか人の言葉をなんか理解しようと思ってもね、できないんですよ。今今日も、昨日か、天気悪い日ありましたよね。昨日大雨だったんだ。ね。オミクロン株のせいだよって。昨日そう、すっごい雨だった。ね、寒いですよね。そろそろちょっと夜が寒すぎて。辛いです。なんか、
最近すごい流行ってた。私も今日イオンで買ったんだけど、裏起毛の、すごいよ、私ね、これ見たの。今、外ロケがさ、結構あって、入ってて。これから入るんだけど。裏起毛のタイツって知ってます？みんな。私、基本ね、冬は裏起毛でいいと思って、裏起毛のものしか着ないって、もう、決めてるんですけど、裏起毛のね、タイツってあるの知ってる？男の人は、履かないかな。あ、地震ね、地震。ちょっと気をつけてください。鹿児島の方。トラッコさん、ツイッターでいいねしてたね。あ、いいねしてました。ヒートテックのタイツなら履いてます。裏起毛のね、タイツっていうのがあるの。とか男性用もあると思う。そこそこ厚手のやつかな。厚手です。でも私が今日買ったデニール。このデニールって何の略かも知らないんだけど。デニールって、15デニールとかは、15デニールとか、どんぐらいだろう。まあ、普通の人がよく履く、女の人が履くタイツのデニールはいくつかわかんないけど、60とか30とかなのかな、わかんないけど、まあ、ちょっと透けるかな、透けないかなみたいな。何の単位デニール、わかんない、よく、私もよくわかってません。ロバート・デ・ニーロね、それ。で、多分普通が多分60、80ぐらいなのかな、110とかもあるんだけど、私今日買った、タイツもね、デニール数すごいよ。222とか買いました。すごくない？あ、デニールは糸の太さだったかどうだって。線の数とか。222デニールあるんだよ。私、222か忘れたけど、222とか200超えてたデニール数買ったの。鼻が大きく見えるな、今夜終わってきて。家具のせいじゃない。冬は110デニールとかだったからすごいねって。はいを見せて。今度履いたら見せる。ほんとなんか、まだ履いてないんですけど、触った感じは、もうほんと毛布。もうズボン、ズボン、ほんとズボン。そこまで来たらズボン履くなーって。でもね、裏起毛だから、履いてみないとわかんないけど、その220なんかのデニールの、タイツ、レギンスっていうのかな。それ一本で、それピタッと履いた一枚で外歩けると。ほんとすごいですよ。タイツなのに逆に足太く見えそうで、なんかなと。でも多分太く見えちゃうと思います。裏起毛への信頼感すごい。おすすめ CM に騙されるなよって、キッカ騙されやすいってさっきからコメントあるけど。口は明日履いてくつもりなんです。明日ちょっと結構中空きあるんで、配信しようかなとは思ったような、休憩がいっぱいあるから。その時ちょっと見せるわ。裏起毛ズボンはあったかいから履いてるって。私もね、裏起毛しか愛せないかもしれない。すっごいおすすめ。これ今、女性の下着コーナーみたいなところで買ったからあれなんですけど、多分女性があるなら男性もあると思う。なんかさ、よく男性ってさ、うちのお父さんとか、まあ、男連中とかもさ、履いてるけどさ、引きも、もも引き？もも引きみたいなの履くよね。
だから、女性で言う本当タイツみたいなやつ。もも引きかな。開かない。でも絶対それ裏起もあると思うんだけど。あ、もも引きあるよね。そうだよね。え、暑くないの？って、そんな220なんかのデニール数のタイツ履いてって。暑いのかな？え、わかんない。履いてみないと。あ、もも引きとも言うし、捨ててこって言うんだ。言うとも言うんだ。ズロース、なんだろう。え、分厚めのタイツ履いて寝てるだって。この一回、暑いのかな？222とかのタイツ。あ、タイツって言ってねえのか。なんて言っていいのかわかんないけど。吉田の実家方面は寒いからって。まあ、寒いでしょうね。ヒートテックタイツに、カイロを貼って外出してるよって。ヒートテックよりブレスサーモンを愛してます。道毛さやみんが握手会でヒートテック着てた思い出。だって寒いもん、そりゃ着るよ、みんな。ハトミさん。120デニールのタイツすぐ毛玉だらけになりました。でもさ、タイツってさ、言うて見えないじゃん。そんなに。だから、毛玉だらけでもいいと思う。なんか、でも毛玉取る機械とかありますよね。なんか、100均とかにも売ってるけど。なんか、前もらった気がします、ファンの方に。メンズのスーツのズボン下にレギンス履いてないだって。そうなの？メンズスーツのズボン下にレギンス履くの？あ、だから男性も寒いってことでしょ。だから寒さに弱い男性が増えてきたってことだよね。裏起毛って洗濯すると寿命が短いらしい。じゃあ洗わない？洗いたくない。寿命縮んじゃうんだ。あ、ズボンの下履かないと寒くて無理なんだって。むしろ男の方が寒がりだと思う。あ、そうなんだ。男性の方でもさ、その末端冷え性って言われてるやつ、なんていうの、その末端冷え性みたいな症状ってあるの？指先が、手先が寒いみたいな。あるの？男の方が脂肪分少ないからね、だって。ワイルドなので下半身むき出しです。寒いの耐えて自分で発熱しないとどんどん体が弱るよ。そうね。冷え性な人ではないか。か。いや、でも、早く明日履くか分かんないけど、多分履くと思うけど、220なんかのデニールのタイツ、早く見せたい。寒いと腰痛くなる。私が多分今それかな。結構悪いかもしれない。電熱ベストどうなった？ってさっきコメントあったんですけど、そう、電熱ベストみたいなの買ったんですよ。勧められて。明日こそそりゃ、電熱ベスト持っていこうかな。寒そうだから。いや、ワークマンあったらワークマン行きたいな。電熱ベストどんなやつなの？普通に、なんか、
グリとグラみたいな、ベストに、そこに携帯用の充電器、モバイルバッテリーを差し込んで、専用のポケットあるから。で、大中小、小、あ、強、中、弱。で、やるの。そう、電熱服。グリとグラみたいな。ほんと、そんな感じ。直帰みたいなやつ。あったかいですよ。私も何度か来ましたけど。都内にいたら使う機会ないですよ。だから、釣りとかね。感電したら怖いなって。だ、することはないみたい。わかんないけど、今はまだ。めちゃくちゃあったかいですよ。冬はマフラー&手袋&コート装備。そうね。あれ、誰だっけな？すごいね。ファンの方が、いつもプレゼントとか事務所に届くんですけど、いつも届いたら、マネージャーさんが、キッカーさん、これ届いてます、みたいなので、いつも写真で送ってくれるんだけど。いつも私が多分、ショールーム中に、これない、あれないって言ったものが事務所に届くのね。今回、多分なんかのきっかけで、多分ショールーム中に言ったんだろうね。スマホ手袋とカバンが届きました。なんだろう。スマホの手袋の話は確かに、ショールームで話したけど、なんかね、カバンも届きました。ありがとうございます。あれかな？自転車乗るから用かな？多分。走る用とかかな？あ、散歩の時用かな？ありがとうございます。本当に、なんか、気をつけよう発言。ありがとう。寒いもんね、本当に。キッカ、絵本好きそうで。私、絵本読まないです。全然読まない。あ、でも、電熱ベスト、ちょっと検討しようかな、よっくんさん。いいと思うよ、すごく。めちゃくちゃいいと思います。明日は全身タイツに電熱ベストで配信かーって。やばい人になるね。なんで急にキッカー絵本読まぬす、絵本好きそうって来たんだろう。今の表情とかに出てたかな？話の中、流れで。活字はもっと読まなさそうだって。文字がない絵本もある。あ、グリとグラの話してたから、キッカ絵本好きそうって。でもさ、小さい頃のさ、絵本とかさ、好きな絵本とかありませんでした？私あるよ。まあ、世代によって好きな絵本違うか。みんなの超今でもさ、覚えてるさ、絵本とか、小さい頃読んだ絵本とか本、覚えてる？覚えてます？私ね、なんだっけな、あるんだよね、もう何冊も持ってる。おばあさんの編み物。あ、名前が出てこない。絵本はグリとグラしか覚えてない。あ、スイミーね。のんたんと一緒。アンパンマン、桃太郎。私がね、もうね、うわぁ、私すっごい好きな絵本があったの。絵本っていうか、読み物。でもね、おばあさんが出てくるんだけど、
タイトルが思い出せないし、本の名前と、あと本の内容も思い出せないんだけど、でもすっごい好きだったね。絵本があるの。絵本っていうか、本。ちょっと、黄色、薄黄色みたいな、クリーム色の背景で、おばあさんが、お団子にした、一つ団子にしたおばあさんがね、なんかおばあさんのなんとかなんとかみたいな、おばあさんって文字は絶対入ってたっていうのは覚えてる。これ知らないんだ。私と同年代の人とか見てないよね。すっごい悔しい。もう実家帰ればすぐ見つけられるんですけど。意地悪ばあさん。違うんだよな。でもそのクリーム色の背景っていうことだけは覚えてる。で、おばあさんが一つ編み、一つお団子して、なんかね、編み物みたいなの編んでたような絵で、周りに、スプーンおばさん、スプーンおばさん、ちょっと調べてみ、表紙見ればね、スプーンおばさんじゃない。違う。もったいないばあさんでの3匹の子豚でもない。でもそれはすごい好きだったかな。うわ、すごい思い出すな。で、なんか無駄に3冊ぐらいありましたからね。ステラおばさん。あ、読んでたな。まあ、本は結構、親の職業がたくさんあったんで、まあ、すごい読んでたかって言われたらそうでもないんですけど、母上に聞いてみようって、ね。でも、今でも、そうね、名前も、話の内容も覚えてないって言うなら、好きな本って言えないね。確かに。まあ、スイミーとか確かにそう考えると好きだったかも。あと、飛び出す絵本とかね、ありますよね。ああいうの結構壊してたもんな、昔。なんか向いちゃうんだよね、飛び出す絵本のやつは。飛び出してるところ。癖でっていうかわかんないけど。絵本なんてな、全く今、読まないし。まあそっか。読まないよな。絵本だって。読み聞かせね。今度ね。やりましょう。障子とか穴開けてそうだったなって。開けないの逆にって。でもさ、障子さ、穴開けるとめっちゃ怒られない？あれ。何なんだろうね。すっごい怒られるよね。でもさ、障子を変えるときあるじゃん。多分私が穴開けすぎてるかな。なんか別に好意で開けてるときもあったけど、ダメって怒られるからやんなくなるんだけど、ちゃんといい子だったから。でもさ、なんか棒みたいなの持ってたときとかで、家の中走ってたときとかにパーンって当たっちゃったりとかするときあるじゃん。なんか不本意で、障子に穴開けちゃうときって。でもさ、障子を、その穴開けすぎて、交換するタイミングがあるのよ。で、そのときは、めっちゃいっぱい開けていいよって言われたから、すごい穴、ブスブス、ブスブス、穴開けました。そんな思いはある。壁一面にクレヨンで絵を描いたことがある。素敵。そう、障子はね、すっごい怒られる。うち実家今でも障子ですけど、障子の家に住んだことない人います？今、人生の中で。障子破ってよくじいちゃんに怒られました。あれめっちゃ怒られるよね。何なんだろう、ガラス割るより怒られない、障子って。
障子のある家に住んだことは、あ、なんかこれどうなんだ、なんか、いるとかないのかな。その障子がある家に住んだことがない人っているのかな。今の、その、お家建てる、今お家建てた人とかって、その障子っていうものを作ってるか、